中国では依然として危険な食品が相次いで発覚しています。今度は上海で合成色素を使ったマントーが広く売られていたことが明らかになっています。最近上海の大型スーパーで問題のマントーが発見されました。業者はかつて白く輝いて見せるために漂白剤や蛍光物質を使用。ではカラフルなマントーはどう作られたのでしょうか。このほか期限済みのマントーを再利用さえしていた上海清緑食品公司、去年8月には高品質の商品を生産する企業として表彰を受けていました。毎日マントー3万個を生産し、中国の大型スーパー400店ほどに卸していました。連日当局は問題のメーカーの関係者を出頭させ、メーカーの生産許可証も取り上げました。しかしこれは受け身の姿勢だと市民は見ます。中国のネットにはこんな嘆きの声が載りました。マントー工場の従業員はマントーを食べずに済んでも他の毒入り食品は避けられない。中国は着実に互いに毒を盛る時代に突入したのだ。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。